ピーシェニング、サタデーアタックチャーンス、ピーシェニング、気合弾ダブルゴール、6アンド7枠目。はい、ズズさん、黒風さん、こんばんは。4個目さらにしゃい、5個目さらにしゃい。今日は気合弾ダブルゴーですね。これ前5枠かかっててね、クレジット制限あるんで、おそらく、今日はクリアできないでクレジット切れになる予想がしますね。すみません、アタックチャンス。ライオン、Go beautiful human life。気合だー。ワッツアイルチ。2000XX 年東京。ああ、都庁が。ゴビトゥヒューマンライ。飛行獣軍団出撃。狂気の天才科学者ドクターギガガの世界征服作戦が始まった。なんということだ。12人の飛行将軍率いる飛行獣軍団が全世界を襲い始めたのだ。12人も飛行将軍がいる。恐るべき破壊力を持つ戦闘ロボット飛行獣、その力の前に全てが破壊されていく。だがアンドロイドなんだ。その時、12人その時、気合スマッシュ。気合弾ダブルオー剣弾。予告編。ドクターギガガの陰謀をキャッチし、その企みを砕くため、天才科学者さくら博士と仲間たちが作り上げたスーパーロボット、それが気合弾ダブルオーなのだ。気合チャンス。森さんがいます。パイロットはさくら博士の息子たけし。ヒントを得たんでしょうね。5つの武器を操る気合弾はドクターギガガの飛行獣をものともしない。気合弾思い出しちゃう。空に、陸に、そして宇宙に、10万国され気合弾ダブルオーの戦いは続く。スリル。はい、いらっしゃい。ギガガも世界征服も俺には関係ない。ただ貴様と蹴りをつけたいだけさ。はい、はい、いらっしゃい。待て、じゃあ自己紹介で笑い。良い子の皆さんに送る長編熱血シューティング、気合弾ダブルオー、気合弾ダブルオーにご期待ください。ご期待ください。気合はありません。これは視聴率 100%。 視聴率 100%。 はい、広告貢献に黒金さくらはなさん7500とニコに広告しました。はい、内容0、1、2、3の4段階ですね。は気合弾00アンドファイカラク、ドラえもんみたいなカラーリングの顔ですね、こいつ。はい、23個目されちゃい。ドラえもんみたいなカラーリング。まあ、主人公は大体青ね。青、白と青と決まってもガンダムからね。あ、白ないかね、気合弾は。飛行獣が出現しました。羽が白だ、羽が白。気合弾ダブルオー、青と赤ですか。発進せよ、ね、了解了解。シャトルさんありがとうございます。何度でも難易度ゼロでしかクリアできないな。1になると打ち返し弾来るからね。ゼロでも難しいのに。ああ、そうですね、開けたまま機械だ。俺の怒りが
world. Hey! Hey! Talk up!ダイブされる。嫌いだ嫌いだ嫌いだ。絶対。妙見選手。さあ行きましょう。さくらたけしとなって。パチパチパチ。第一話健さん。俺が無敵の気合いだダブルオーマン。我々の力の歩道を見せてやれ。もう最後ね。第27位にランクインしました。上空を制圧している飛行機を撃破して。はい、よし。さあ、自衛隊が助けてくる。あれは自衛隊機です。援護射撃になって、我々自衛隊が援護します。寺島注意ですか。はい、私寺島注意です。接近中。寺島のガキだけ。この気候軍団に歯向かう奴がいるとはな。面白い。おつなみ拝見といくか。おっと。わら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 。気合いだってとどめさせて。今よここで稼ぐぞ。打ち込み点が入ってるからここで稼ぎるだけ稼いだ。スコアで出したライフ、最大ライフ増えたら、あらあらあら、はい、いらっしゃい。グラスおじさん、このように稼ぐぞ。ダブリ殺しにする気か。そうはさせるか。自爆しやがった。なんてやつだ。グラスおじさんがいる。ターゲット撃破。ダブラとしてたかいね。やいはっぱ。どこで行っていようよ。届けよ。おっとと。痛い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 。
が非注意。援護します。寺島に。そうですね。あとどれくらいでステージが終わるかっていうのが分かりますからね。巨大機構銃接近中。はい、いらっしゃい。おっと、あれ、あったか。なんとかハンマーで撃ってこいかという忘れてた。ここはハンマーで撃ってこい。ストームの機構銃を倒したのは貴様か。なかなかやるな。こうで殴っちゃ面白くねえぜ。うらえ。こいつもナブリ殺しにしてやろう。地面グレッシュがナブリ殺しにする機会がないだろう。危れません。気合いだね。とどめさせて。今よ。ダブル殺しにしてやる。あ、でも1メモリしか油断したら死んじゃう。ほらほらほら、勝ったと思うな。今が貴様の地獄の始まりだ。撃破。次は地上部隊を叩いて。ありがとうございます。どうなるな。気合いスマッシュ。あ、そのままで倒したら気合いスマッシュになるんで、丁寧に倒してないけど。気合いスマッシュで。ナボリ殺しは気合いスマッシュになるんだ。第2話イカレタケシヒュードラー F2 の悪魔の罠の巻。さくらみ、あんなものを作り上げていたとは。ありがとうございます。やりたいやりたいソーセージ死なくない。もうちょっと前の方がいい。おう、かぐや吉、生きてたか。生きてました。ニラシマ2も。はい、よし。気合弾パジャマも発売中。いいよ、気合弾だろう。だったね。最大レフ100万出るのかな。先輩やめて。巨大機構銃接近中。もうぶっ壊す、ぶっ壊す。気合いさんか。イエス。危ない。
気合弾でとどめさせて。今よ。あっ、もう一回でも。あー、だなんでじゃん、なんでわしがやられるんじゃ。なんか余計なダメージを2回受けてしまった。ターゲット撃破。やだ、ちょっと4枚目になった。100万点で4枚目か。気合いだったぜ。どうされる。もうちょっと上だよ。あそこ一番上の敵に届かないよ。届かねえ。巨大機構に接近中。私は今までの連中とは一味違いますよ。キャイダンで止めさせて。62超えされて。バックファイヤー。バグだ。このあたりでやっぱりドア。よし、悪魔の罠を突破したぜ。どうさん、ありがとう。作戦終了、帰還してください。ふう、パチパチパチ。ありがとうございます。今の技はね、エナジーエレメンタルですね。エナジーエレメンタル。気合でいくと何になるのかな。グラビティストーン。グラビティストーン。グラビティストーン。テン。第3話、聖火士か。決戦。飛行要塞オーガーの巻。我が空中艦隊の恐ろしさを見よ。よし、ここで12将軍のうち4将まで倒したね。4将まで倒しましたね。前年は7話だったのかな。接近中の空中艦隊を撃破して。オッケイ。火力強化いいですね。猫じゃらし。いや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 い
72個目対巨大機構銃接近中。気合弾ダブルを覚悟。そう、あの回転スコアいいですよね。くらえ。あっ、あれ右下安全地帯か。あ、見ちゃった。気合弾で止めさせて。今よ。止めな。我が命、ギガガ様と共にやる。変わるんだ、これ。ターゲット撃破。うちのね、このテレビに映ったなんですか、野球のボール取ろうとして口に入れましたよ。ありがとうございます。取ったつもりで外野に飛んだ外野フライをオリンピックの時取ってちょっとこれ厳しい。貴様が気合団ダブルオーか。俺は機構軍団スペシャルコマンダージョー・ダグボーン。スペシャルコマンダー、挨拶代わりだ。受け取りな。逃げるのか。今日はこれくらいにしといてやるぜ。逃げたな。あ、こいつだめ。はい、いらっしゃい。エネルギーシールド消滅、危ないわ。これ危ない。あー、やられた。ここ厳しい。農協牛乳されちゃい。ここはハンマー戦法が使えないな。ハンマーですぐ叩いた方がいいな。くそー。たけつくん、負けないで。負けない。負けてたまるか。たまるか。ハンマーできる。あの土台に乗ってきたのはできないです。位置を変えないと。目がね光るのがいいですね。まだ死んでいない。あ、コンティニューしても最大体力は変わりませんね。今までよかった。また100万点取らないといけないのかもしれない。ありがたいな。はい、よし。そうですね、ニードルがあれなんでね、もう当たんないんだよ。気合弾ダブルを覚悟。
当たるのか。パンダがいる。そうです、神湯の声ですね。あーちょっ2回ダメージ。とどめ刺して今よ。よかった、合ってた。あ、しまった使った。我が命、ギガガ様と共にあり。ターゲット撃破。これなら全員よし、見た瞬間倒せる。よいしょ、これなら大ローも動く。あーっねー、ダメだ、一回外すとダメだ。一回外すキス。あーっと、出たな、ダコボン。ダコボンカットできるんだね。おう、貴様が気合だ。カットできた。あ、ちょっと、まさかここに近づいて。気をつけて。よし、次はまだ代打時代。まあしょ、こうなったらいいか。あー、いけいけいけ、気をつけて。ショットで、ショットで、あー、ショットで行こうと思ったら、このノーマルショットがいいかな。ここはノーマルショット行こう。タケツくん、負けないで。負けない。負けてたまるか。あそこはちょっと厳しいから、もうあそこはノーマルショットの方が早いかもしれない。頑張って。ここはハンマーで持っていて、あとはノーマルプラスサンダーで。ハンマーじゃなくてこれトマホーグ、意外とはトマホーグ。巨大機構に接近中。覚悟、気合いだん。気合い伝でとどめさせて今よ。おら、我
が命に引かかったとかにやれ。だけど撃破ちょポイント回復取ってちょっとこの前危なかった。普通のこのハンマーの方が強くない。ダメだ、1ポイント回復取って回ってたね。お前ちょっと弱いな。土台が倒せない。出たな、ダクボン。ほら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 、よし、いいだ。巨大飛行要塞接近中。出た。気持ち悪い要塞だ。我が空中艦隊に挑むとは生意気な小僧だね。正義を愛し悪にくじけない強さと優しさを合わせ持つ熱血少年。好きな食べ物は鶏の唐揚げ、嫌いな食べ物はグリーンピース、趣味はテレビゲームと卓球。17歳、身長173センチ、体重60キロ、天秤座の A 型です。ドラゴンサンダー。うえ、第4話、雪原の貴公子、オーロラ J フォードマキ。何としてもキャツを地下要塞に近づけるな。キャツを。
険ですよ。気候軍団の近い要塞へ向かってください。あ、機関破壊できる。マンモスだ、マンモス、マンモスじゃない。なんで不在に乗ってる敵が。木が硬いね、木が。残ってるじゃないけど。さっきの違いでレーザー入ってこないからね、なくなる。さっきのデザインはレーザー入ってるからね、消せないレーザー。巨大気候銃接近。氷の騎士団がお前を倒す。あちゃっ、あーしまった、気合でとどめさせて。いいわよ、えい、キャーキャー。よっ、お兄ちゃんが私の敵を撃ってくれるわ。やられ顔が怖い。タカさんがいる。グローブネさん、タカさんいる。ターゲット撃破。ハイパーボードにでも違和感がない。あーっと、あ、いった、大丈夫、やるぞ。かっけー。あ、小マンモスが、子供のマンモスが、あぶね。巨大機構銃接近。妹が世話になったな。この雪原を貴様の血で赤く染めてやろう。止まるのはお前の血でだ。あっ、タケノコチャンネル考えてやる。おらおら、まだ引っ込んでるな。おお、ビルさん、あーと、あーします。エネルギーシールドしゃべって、危ないわ。気をつけて。最大ねえ技だ。
当たった。あー、しまった、当たったか。ノー、あー、ちゃんとね、やられた敵になってる。ピタケツくん、負けないで。はい、よっしゃ、負けるか。負けてたまるか。たまるかよ。接近アイスバーン。シャワーシーンはサムネはダメだったからね。シャワーシーンのサムネアップしたら別のに変えられてた。差し替わってたな。
あ、しまった。これが倒すの、これがいいよ。はい、ガッと救済。あー、これで。あー、しまった。気をつけて。これが。やい。はい。これはあんまりやりたくないから。シンクの魔人、地底のデスマッチの巻。ダブルオーメイ、機械要塞が貴様の墓場だ。敵機械要塞を叩いて。あ、あ、ノーマルの方がいいや。コーピーさんあれば。マルハンマー結構です。今してる60点がある。僕の可愛いデッドリーが相手だ。
撃破。動画自体よかった。足についてんだね、この気合が。いや、これは手に出る。あ、手と、手にもある出るし、足にもついてる。ここだと足についてるように見える。あーいや、手で持ってるだけが持ち位置が違うだけだ。手を後ろに行くだけだね。足かと思ってる。あと2枚ますから。巨大機構人接近。はい、いらっしゃい。どんな機構人かな。炎の処刑にインフリーズが貴様を骨まで焼き尽くしてくれるわ。お前でも焼けねえろ。解放できる。はい、届かないだろ。今はハンマーの方が長いや。一気に届かない。どうだ、一番下まで行ったら当たんないじゃん。火炎砲射撃。とても刺して。今よ。よせい。先に地獄で待ってるぜ。ターゲット撃破。脱出してください。お疲れ様。ありがとうございます。パチパチパチを。ありがとうございます。パチパチパチ。ありがとうございます。長い。お時間に感じるバイクロムの増えそうですかね。これでゲームオーバーなったら、気合いトマホーク。ステージ5クリア。あと2ステージ。パチパチパチ。ありがとうす。ドキドキしました。第6話、待ったなし、気合弾 VS メガバスターの巻。全軍出撃。日本壊滅作戦開始じゃ。日本壊滅作戦だと。そんなのは阻止してやる。敵地上艦隊を撃破して。頑張って。
近い近い。時間ない。ここまで時間かかっちゃう。あーと当たり判定が当たった次は88の地上空母ですか。地上空母みたいな。顔は、ああちょっと顔にこだわったばっかり。ああちょっと、ああ一回一回、なんか網取られる。命乞いをしろ。私の前にひれ伏すなよ。お前のがいい。ああなんだー、こんな気合いだんだったら、まあ、ちょうどいいですね。ね、1時間で。それで終わりか、気合団ダブルオー。それでいいのか。これでいいんです。今日はちょっともうパイプに移るんで負けます。しきしょーしきしょー。世界を征服されてしまった気合団ダブルオーね。一番有名なダブルオーですよ。はい、じゃあファイプロに行きましょう。